1分で押さえる文学史。本日は日本三大随筆の一つ、枕草子の紹介です。作者の清少納言はもう大丈夫ですね。お父さんの清原の元助は五千和歌集の選者、梨壺の五人の一人であるということも押さえておきましょう。三つの章段に分かれていて、一番目の類従的章段は、何々は何々ものという出だしで有名な物尽くしの章段と呼ばれています。2番の随想的商談は自然や人事に関して筆者が自由に描いた商談、そして日記回想的商談はポイントと一緒に行きましょう。中宮亭子にお仕えした日々を描いていて、もうとにかく中宮亭子リスペクトに尽きるんですね。さらに枕草子といえばこれですね。機知ある応対、和歌に対して素早い変化を返したり、うまいフレーズを言ったりする、そんな遠い側妙の素晴らしさが描かれている。